赤コーナーウェールイ陣営から、そのウェールイ本人の手からによります。一旦のベルト変換、これがアンダー 62.5 キロ K1 ワールドグランプリライト級初代の輝きを持つベルトです。2月にチャンピオンが決まりました。その持ち主ウェイルイ、4ヶ月ですぐさまこの日本へ。ただいまより K1 ワールドグランプリライト級タイトルマッチを行います。青コーナー挑戦者、167センチ、 62.2キログラム、対ウィラサコレックフェアテックスジム、こんなパワーウィラサコレック。この1試合にかけて万全、この上なしか。こんなパワーウィラサコレックチャレンジャー、赤コーナー176センチ、 62.3キログラム、中国大東証クラブ CFP K1 ワールドグランプリライト級王者ウェイルイ、全てを支配、圧倒、超完璧王者ジャッジ豊永実、勝つ永瀬達郎、レフェリー梅木義則。中国ウェイルイは26歳、大東証クラブ所属、24歳、チャレンジャーゴンナパーウィラサクレックはウィラサクレックフェアテックスジム所属、3ノックダウン制で行います。3ノックダウン制、3分3ラウンド、延長1ラウンドが用意されております。両者グローブを合わせました。さあ放送席です。久松郁美さん、関根勤さん、雅人さん、そして中村匠さんとお届けしてまいります。皆さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。中村さんに伺いましょう、はい、ウェイルイも本人もいやこんな早く防衛戦だとはといい意味で驚いたそうですね。はい、まあ、しかもね対戦相手がウェイルイ選手もね、あのトーナメントの時にこう対戦する可能性があるというか、まあ、意識してた一人として名前を挙げたゴンナパー選手なので、まあはい、あの一発勝負のこのタイトルマッチでどんなね、試合をするのか。ただウェイルイは強いですよね、どうゴンナパーが攻略できるのかなというところですけどね。さあ第1ラウンドです。中国ウェイルイ VS タイゴンナパー、お互い蹴りパンチ共に繰り出してまいります。左ミドル、青いグローブのチャレンジャーサウスポースタイルはゴンナパーです。でもゴンナパーもあれですよね、ゲオと練習してるんでサウスポーには慣れてますよね、そうですね、もうそこに関しては共に作戦を練ったなんていう風なコメントもありますゴンナパー。主に左の攻撃、そして雅人さん、あのローキックですね、ゴンナパーだけどローキック蹴らさないんじゃないですかね、ウェイルイは蹴らさないと思いますね。あのゴンナパーはあのワンマッチで負けない自信があるって言ってたと同じように多分ウェイルイもワンマッチ用に練習をたくさんしてると思うんですよ。でしょうね、はい、いや確かにそうですね。関根さん、はい、いろいろ条件はトーナメントタイトルマッチで変わりますけれども、夢の対決ですね。ゴンナパーサウスポーですね。あサウスポーに構えましたね。そうですね、はい、サウスポーで構えています。ウェールイ、うん、ローキックそれでも負けないというような軌道、ミドルキックバチンと、いや久松さん思わずこれ声聞こえましたが、すごいですね、バチンって音が響きます。右なんかムエタイの試合見てるみたいですね確かにウェイリーあれですね、砂漠ってよりも自分からはいなんか行ってますね。そうですね、あ前に出て返した、返してウェイルイちょっと効いた、今右それで勝って、いやパンチも上手いですね。マサトさんもう何もかもっていうことなんでしょうかね、左フックがよく、あ右フックがよく当たりますよね、ウェイルイの前の手の、うわあこれも強烈です、その拳。そしてやっぱり関根さん、うん、ウェイルイといえばもうこれ攻撃食らわないイメージありますね。それがねやっぱり今日はね、お俺は攻めても強いんだぞっていうのをね、うん、見せつけているような、うん、怖いウェイルイが出てきましたね、うん、チャンピオンになってまた一味違う引き出し開けましたね。全くムエタイっていうのを何とも思ってないですね、ウェイルイは。ウェイルイのローキックも結構効いたんじゃないですか今。ローキックのゴンナパーに対して、いやこれですね、足をちょっとこうトントンとさせるように、うわー強いな、
マサトさん、これ右の攻撃、いや、あの飛び下げですよね、飛び下、はあ、ちょっとこれジャンピングハイのようにも一瞬見えましたが、もうなんか仁王立ちのような自信満々です、まだ25秒あります。ウェイルイ一つダウンを奪っています。一気にこれ決めてしまうか、ゴンナパーも左の、あー、それでも足元蹴り合いでも勝ってますよ、ウェイルイの方が上ですね。さらに右、そして冷静沈着、左のロー関節のあたり蹴っていきます。二段蹴り、なんかゴンナパーがちっちゃく見えますね。確かに、うん、あの力強いゴンナパー、背中が少し小さく丸まって見えます。第1ラウンド終了です。いや、そして関根さん、息乱れてませんね、ウェイルイ。びっくりですね、ウェイルイ、こんな攻撃的なあの戦い方もできるっていう、いや、驚きましたね。ちょっとこういう彼自身はあのトーナメントでは見せませんでしたよね。そうですよね。いや、改めてスローでご覧いただきます。右の膝が二段ですよ、すごいな、顎まともに捉えました。しかしやっぱりゴンナパ立ってくんですね。そうですね、頑丈ですね。うーん、あーこれボクシングの八重樫選手と井上尚弥選手も清水選手、ね、清水選手ですね、3人でさよなら。ボクシング界のスターたちも見つめています。さてセコンドアウト第2ラウンドです。ラウンド2、前蹴りでゴンナパーチャレンジャーが入ってきます。ロックは、うわ、右ゴンナパー、おお、飛び座、さらにストレート、ゴンナパーに蹴らせないですもんね、まず蹴ってもすでに後の祭り、レーリフクゴンナパー、いや、ゴンナパーにも意地があるか、さらに左、はい、いいですね。そうですね、関根さん、素晴らしいね。いや、強いわこの選手は、もうなんか、圧倒してますよ。そうですね、打って離れて自由自在、そしてサイドキックもしっかり距離を取る、当たりません。いや、前回の大会ではその実況中、幻影と戦っているようななんていう表現がありましたが、また違ったウェイルイ、攻撃力というスキル見せつけています。左ロー、ゴンナパーも放っていく、マサトさん、今間合いなどどうですか。いや、あの ちょっといい感じでも、まだおこの右ウェイルイ、ちょっと効いたのかな、左ハイ、いや、もうゴンナパー愚直にもうローでしょ、そうですね、これも自分の武器を信じて、あと右のフックでしょ、返しの、そうですね、右フックもちょっと当たりましたよね。あの山崎秀明の膝を破壊した左ロー、ゴンナパーまだ生きているようです。おお、すごい試合だ。そうですね、いや、関根さん、ちょっとこれギア下がりませんね。これはもう、プロの試合ですよね、プロ中のタイトルマッチだな、おう、左ストレート、使い方も絶妙に上手いですよ、ね、この足、これが足を使うってことなんですよ、はい、あ、でもどうだか、ちょっと嫌、お、見切ってますね、うわ、パンチから膝へ、右ミドルはゴンナパー、ゴンナパーも頑張ってるな、ゴンナパーも意地を出して、いや、気持ちもこれ相当ですね。おう、あとあのウェイの右のジャブですか、はい、絶妙なタイミングで入ってますよ、右ジャブ、これ取られたんですよね、はい、今は、あ、その右、何かこうつっかえ棒のようにして相手を止めます。あ、左へ回って左、おお、ストレート、マサトさん、あれはもうガードの上からでも有効だですか。もう決まった、ゴンナパーも気持ち強いから、もう相打ちでもいいって感じですよね。そうですね、関根さん、ちょっとゴンナパーで抜けるか、打ち込んでいきます、いや、もう気が強いですね、お互いそうです、すごい、第2ラウンド終了、笑顔でグローブを合わせました。一流の選手で気の弱い選手いないですからね、いや、これこそ5ラウンド見たいですよね、見たいですね、そうですね、いや、面白いな、この攻防、
ディアチャンピオンウェイ・ルイ、ボンナパーウィラサクレックチャレンジャー、まあ、でも第1ラウンドダウン取ってますからね、そうですね、ボンナパーは、まあ、1個はダウン取り返したいところですけどね、ちょっと盛り返しましたよね、そうですね、得意なロー中心に、はい、でもまだなんかウェイ・ルイの底が見えてないような気がしますね、そうですか、まだウェイ・ルイ焦ってないですよね、焦ってないですね、すごい落ち着いてますよね、あ、そしてちょっとこう宙を見上げるようにしてリラックスする表情です。中村さん、恐ろしい男ですね、はい、そうですね、2人ともそうですよね、愚直なまでにというゴンナパー、ラッシーラッシー、そしてやはり完璧に強かったウェイ・ルイ、さあ第3ラウンドです。多分ウェイ・ルイもこう、ね、はい、アウトボクシング徹したらもっと楽に戦えると思うんですけど、そうしないですよね、そうですね、おう、いや多分これアドレナリン出てこっちはなんか見てるこっちはあのパンチにヒヤヒヤしますけど、ウェイ・ルイは自信持ってると思いますよ、多分アドレナリン出てますよ、サイドキック、そうですね、楽しんでますよ、ガードも下げてますね、あの自信があるんですよね、いや関根さん、どこをこれからさらに楽しみにされてますか。いやもう激しい打ち合いを見たい、さらそれだけ、あ、ゴンナパー前に前に出てきますね、いやもう完全にウェイ・ルイが来てるような、はい、ああ右を当たる、これ倒してほしいですね、倒れる姿見たいな、左一瞬棒立ちになりました、中村さんも一発じゃないんですよね、そうですね、まあ、ゴンナパーも本当に大魔神二人に前に出続けてますよ、二王立ち、男前な試合してますよ、ゴンナパーも、確かに、いやすごいな、いや久松さん、ちょっとこれ想像できないような領域でしょう、そうですね、ゴンナパー選手全然倒れないですね、あ、もう顔面真っ赤にしないなら思いっきりローキック蹴りますからね、すごい気持ちの強さが、赤いムエタイちょっ と, ちょっとあのウェイのパンチに力がなくなってますね、これ気になりますね、ちょっと踏ん張れないのかな、至近距離足を止めた打ち合い、ローキックはゴンナパー、ちょっと体が立っちゃってますよね、それでもウェイルは右、さらにボディ打ちから左、あれアリアッパー、間もなく残りが1分になろうとしています、ド根性のゴンナパー飛び膝ウェイ・ルイ、いくらこれ引き出しがあるのか、あ、ちょっとスタミナも切れてきたかな、あ、ボディ、ここに来て腹へ、ちょっとウェイが止まってきましたね、それでも左フックから右フックへ、おお、ゴンナパーストレート、いや足も効いてるでしょう、ウェイ・ルイ、でもウェイ・ルイ引かないな、ゴンナパー前進です、鬼のごとし、いや中国の新チャンピオンを追い詰める、下がりながらのパンチは、いやでもうまいな、ウェイ・ルイ、あの首ひねって避けてますからね、そうですね、やっぱ致命打にはなってないですよね、なってない、インローにもパンチで左入れ、さらに左、戦いを楽しんだそのゾーンに入ったままで、いやすごい、ここで入ります、試合終了、強いなウェイ・ルイ、これちょっと再戦望みますよ、いや僕はねゲーオと見たいっすいやでもあの外国人選手同士のタイトルマッチでなんかこれだけ会場がこう沸いてこう熱くなるっていうのを K-1 だなって感じしますよね、そうですね、いいですね、ウェイ・ルイとゲーオ見たいな、見たいですよね、はい、すごい見たいですね、2階級制覇を目指してウェイ・ルイ、世界の戦いここに極まります、チャンピオンウェイ・ルイ、チャレンジャーゴンナパーウィラサクレック、さあ3ラウンドまでの判定発表です、ジャッジ勝本29対27、アッパーウェイ、一人はチャンピオン、いやでもウェイルーも足効いてますよ、ジャッジ豊田が28対28、ドロー、2人目ドローです、おーおー、さあ3人目、
延長が用意されています。29対28、アーカーブレイチャンピオンボーイ、ダウン取りましたもんね。そうですね。勝者アカゴリ、いや強いな、ベルイ一つダウンを奪って、いやそれでも2対0だった戦い、初代王者初防衛に成功、その名は中国ウェイルイです。初防衛に成功いたしました。さあまず改めて関根さんから伺いましょうか、感想。強いかったし、それでは面白かった。いや、やっぱり日本外国人同士でも強い選手でアグレッシブ同士だったらこんだけ盛り上がるんで、はい、もう関係なく日本人外国人関係なくやってほしいですね、これからも。確かにそうですね、見たいですよ。これまでのこのリング上の格闘技の歴史なども人気ファイターなども巡りますね。あのアンディ・フグ対ピーター・アーツみたいなね感じですよね。それでは応援に成功いたしました。いや、石田松さんどうでしたか。いや、素敵な試合でしたね。なんかウェイ・ルイ選手の新しい顔が見れたというか、はい、前回とはまた違った戦い方でびっくりしました。この戦いを素敵っていう表現もまたいや、でも本当素晴らしい試合でした。今ようやくグローブを外します。そしてマサトさん、足効いてるよっていう、はい、足、まあさすがにあのゴンナパンのローキックも強烈ですからね。だけどやっぱりこの選手はローキックじゃ倒れないですよ気持ちが強いんで。そうですか。どうぞ拍手をお送りくださいませ。いや、中村さん、ゴンナパンの気持ちも凄まじかったんですが、はい、そうですね、まあやっぱりそこでね、最後差になって結果につながるのがやっぱり技術だと思うんですよね。やっぱ気持ちと、ね、そばみんな強いのも当たり前じゃないですか、それやっぱ一緒に持って戦って勝てるのがやっぱチャンピオンですよね。そしてまたこれが飛び切りのスマイル、26歳、45戦目、43勝目を勝ち得ています。この最高の舞台、埼玉スーパーアリーナの K1 で。続きまして、トロフィーの贈呈です。プレゼンターは株式会社スタート代表取締役、井上恒明様でございます。本当にこうなると、中村さん、はい、ここからの戦いっていうのが、またいろいろなこう方法論で。そうですね。広がりますよね。またこう今日の試合でライト級のベルトの価値というか、いかにね、こう高いところにこのベルトがあるのかっていうのが、ファイターたちはみんな思ったんじゃないですか。そうですね。ではここで第5級初防衛に成功いたしましたウェイルイ選手よりコメントを頂戴いたします。マイクあります。大家好，我是魏瑞，来自中国大东强。今天拿到这个成绩，我非常开心。这次的胜利，也是祝福我的爸爸，因为明天是父亲节，也祝所有人。祝所有的父亲节日快乐！我是魏瑞。皆さんこんにちは。中国大東商クラブから来たウェイルです。今日は初防衛戦でこのような勝利を迎えることができて非常に嬉しいです。感謝しなければならないのは私を育ててくれた、父と母です。とりわけ今日は、父の日ですよね。ですので、全国のお父さん、父親に感謝を捧げたいと思います。本当にありがとうございました。素晴らしいね、タイムリーなところも、きっちり抑えていますね、チャンピオン。ライト級チャンピオン、ウェールイ選手。いや、でも、またこうなると関根さん、はい、そのゲオイラサクレックも違った階級でそうですが、そうですね、絶対的王者長期政権っていうこともちょっと浦部小屋選手に頑張ってもらわないとね、ああそうですね、62.5 は、ゴンナパにね、あの判定負けしちゃいました、戦えなかったんですよね、はい、この間も、ね、はい、だからワンマッチで見たいですよ、中村さん、はい、その高野浦部っていう名前はそうですね、まさにもう挙げてるんですよ、ね、逆にウェイルイ選手としても、ね、この前のトーナメント戦ってない中でやっぱりこの相手とっていうのはやっぱ高野選手だと思うんで、はい、逆に高野選手がまだね、復帰戦がクラッシュの方で決まりましたけど、そこからここまでたどり着けるかどうかですよね。いや全くですね、
いや、そして試合内容もそうですが、久松さん男前ですよね。そうですね、 まだ倒れないの、まだ倒れないのって思ってました、ずっと。そうですか。2対0を落ちまして、いや、審議対全て2人が見せてくれた、そんな戦いでした。いや、足痛そうですもんね、ちょっと明日はもう動けないかもしれませんね。そんなギリギリの戦い、しのぎ合い制して K-1 ワールドグランプリライト級王座初防衛に成功。初代チャンピオン、自分の足でこうやって強い歩調で歩いてみせて、ウェルイです。